ワインの落ち方がゲームみたい。あ、そうか。よっしゃー、勝ったね。はいどうも、アニメリアクターの財前です。こんな感じのリアクションやアニメに関する動画を毎日投稿していますので、ちょっとでも興味があったら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。そして、アニメのリアクションや感想を先に見たいよって方がいらっしゃいましたら、下の概要欄やシークバーから、チャプター機能をご利用ください。はい、というわけで今回もやってまいりました。幼馴染が絶対に負けないラブコメ見ていこうと思います。おさまけですね。まあ、何かと、こう、僕の気持ちがこう、行ったり来たりしている大変なアニメではあるんですけれどもね。まあ、前回は事務所の社長にクロちゃんがね、事務所入ろうよみたいなことを言われてて、そんな中でね、こう、丸くんが男気を見せまして、そんな権力者に向かってワインをぶっかけるという、ワインのシミは落ちないぜっていう感じで、ワインのシミは落ちんよのやでってこう、ワインをぶっかけるというね、なかなか粋なところを見せて、なかなか本当に芸能をやっていたものとは思えない権力者に対する立ち回りというような感じで、なかなかびっくりしているんですけれども、まあ本当にこっから好感度上がっていくのかっていう感じですね。これどなです。はい、そんな感じで見ていこうと思います。それでは見ていきましょう。幼馴染が絶対に負けないラブコメ、第6話、よーい、アクション。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。こいつなかなかクズよな。ハーディ・シュン。よし、行け。この30万円もののワインをぶっかけてやるのさ。なかなか多分芸能的なものは信じられないよな。社長にワインかけるなんて。子役風情が偉そうに。ワインの落ち方がゲームみたい。やめろって。やりすぎだって。急にスイッチ入った。さまとき様か？警察を呼ぶぜ、つって。ははめちゃくちゃやっとるよな。お？What's up?器物損壊やで、でも。ワインをかけたから。高校生らしい楽観視。ただ、鉄彦の感情の上下が俺にはついていけないぞ。いや、もう無理だよ。かなりきついぞ。何？ん？誰？あ、まるちゃん。まるちゃん！ああ、お父さん。まるちゃん。CM の依頼？ああ、シダちゃんと、あれか、クロちゃんとマルくんでってこと？わあ、話分かってくれそう。なんて都合のいい男が現れたんだ。なんて都合のいい男が現れた。口論になっちゃったんだよ。誰が悪いかとかいう問題ではないと思うけどな。うん。子供の喧嘩じゃねえからな。あ、ワインをかけることは正しいことではないぜ。お前、イスーちゃん大好きやな。言葉は刃物。うん。
まあ、被害者だよな。綺麗すぎやろ。え？でもこんな風にさ、偉いさんにワインかけるような男を事務所に入れるかって言われたら僕は入れないんだけど。そんな金稼げる？うんって言うと思うか？妨害工作するような人間が、それで。うんって言ってその通り、約束の通り動くと思うのか？いいよ、まあまあまあ。なんだそれ？あ、いいね。いいシステムだと思います。軍長同盟。ねえ。もう、トータルシム世界で、小塚製薬が特設サイトを制作する。どんだけ優しいんだ、このおじちゃん。白草ちゃんと結婚しないか。お父さん、いい人すぎる。ああ、じゃあ、シュンたちと戦うのか？恥ずかしいな。情けない。何でしょう？ん？作ってくれ。そんなこと許されるのか。まあ、一度入った事務所辞めるって結構重いからな。よっぽどじゃない限り。ポカリセット？いや、あれすごいよな。なんだっけ？あの CM。ポカリだっけ？カルピスだか忘れたけど。あの女の子が走る CM めちゃくちゃいいよね。でもあんな感じなら、作れそうっちゃ作れそうよな。人集めて。どれだけ演出するかによるけど。あそこまでのクオリティじゃなくても作れる気がする。姉以外のすべて。高見なさん？おー、優しいね。だから子役になるって決めたの？ニーナ・ハーディ？クソダサ、クソダサダンス。ああ、なるほどね。ああ、AI 流コミュニケーション。今ので全てが理解しました。
なんか、この時の丸くんのが大人じゃないか。今の丸くん幼児対抗してるような気がするんだが。頑張れ、ももちゃん。結構強気やったよな。キラ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 。かわいい。消えた。なるほど。追いかけてきたのにっていうところなんだろうな。こじれてるな、いろいろと。あら。あ、そうなんだ。ああ、もう、すげえな。頑張り屋の妹ちゃんだね。あら。あ、ちょっとびっくりした。お酒飲ませる気かと思っちゃった。はい。うん。まあ、そうよな。王者の戦い方。すげえプライドやな。ん？あ、もう取り終わってんの？でもこういうのって普通人気勝負じゃないか？おい。青春してんな、お前ら。うん。うん。やばいやばいやばい、止め跳ね始まった。群青同盟。なんかちょっと、なんバンプというか、ラッドというか、高校生が好きそうなロックチューン。かよく作ったな、それっぽい曲を。あんのかな？お扉おーい、おお。商品が映ってないんですが大丈夫ですか？これ CM として。おお。あ、商品のことが全くわからん。残念。商品のことが全くわからないんですけど。うん。すごい良かったと思うけど。うん。そんだけ高いあれだったんだな。うん。ブレてるよね。群青同盟の方だよね。ほんま、ほんとだよ。売名だぞ。そこに仕掛けがあるの？個人的には、マリアちゃんの方がいいと思うけど。え？仕掛け？チャンネルを見ればまたアクアマインが。なんか今人気の女優と、一昔前の子役だったら、あれが勝つと思うんだけどな。今人気の女優が。ん？足音がついてない。もう一個仕掛けがあるとは思うんだけど、え？何すんの？え？落ちる？今、必殺、鉄骨渡り。まあでも、あの元人気子役が、
某 CM で、ナルコレプシー。え？ナルコレプシーって書いてあった？すぐ寝ちゃう病気じゃん。え？あ、なるほど、なるほど。すげえ CG 技術やね。まーちゃんってあれじゃん。ロックバンドか。ああ、いい、ドラムの疾走感がいいね。まあ、まーちゃんさんという、アシッド。PV で？けど、とはいえ、CM の内容は、あんまり良くないことは分かってるけど。え？ ちょ、そうか。そうだね。常に目標となってんだよ、マル君は。そうだね。常に目標となっているから。ただただ前に進む。え？勝った？え？ あ、そうか。よっしゃー。勝ったね。マジで。よかった、勝てて。いや、嬉しいなー。いやー、マジで。なるほど、なるほど。ああ、いや、減量してたんだ。ああ、はいはい。動画上でってこと。余計なことは喋らない代わりに妨害工作しねえよっていうことかな。どういう挨拶？うちの城がお世話になっております。はいはい。ああ、プロデュースか。なんかあるのか？素性が。マジ？孫？ニーナ・ハーディの。なんで気づかないんだ？そっか、でも髪型が似てるのはそういうことだったのか。とんでもない学校やな、ここ。なんでだろう。あ、離婚したことになってるとか？どういうこと？ちょっと待てよ、これ。なんて便利な世の中なんだ。俺もこの学校に入れれば余裕で俺事務所に入れたかもしれない。はい。勝敗表？あ、脚本？脚本演技ってことか。ん？なんでいいし？まあ、芸能界入んなくて済んだからってこと？思惑が動いてんだな。そこが気になるところだよね。
すごい、ね、読みが深いね、シダちゃん、クロちゃん。これなんかでもラブコメで収まってなくないか？だからあんなスイッチが入ったんだね。やっぱり不利かよ。記憶喪失にならなくても助けようとしてくれると思うけど。どういう関係性？あなたたち。ああ、もう、会う前に。ええー、全部裏で動いてたの？マリアちゃん？あ、そうか、辞めたのか、事務所。あ、高校生なの、この子。ヒロインが増えました。ヒロインが増えました。そうです。お前が欲しいみたいな、ぷよぷよのシェゾンみたいなこと言ってます。あ？で、辞めれたと？ああ、そうなんだ。めちゃくちゃ嫌そうな顔してる。先輩、一個後輩か。しぜ、クロちゃん嫌そう。クロちゃん可愛いな。違うだろ、これ。こっち側だよ。いい子や。なんだ、この世界は、やっぱり、ハーディー周囲が、でかすぎる。まあ、俺も一発ギャグやれってよく言われますね。何その猫ちゃんみたいな。ああ、エンディングなしか。オープニングもなかったよね、確か。はあ。ちょっと気持ち悪い。味覚バグってる。そう。かわいいな、クロちゃんは。結婚しろ。結婚しろ、お前らは。ああ、勉強編に入るのか。てへぺろ。かわいい、クロちゃん。かわいいじゃん。いいじゃん。付き合えよ。いや、クロちゃん以上にいい子いないって、マジで。なんで、
なんでそんな関係性なのに付き合わないの？ねえ。ねえ。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、いやー、いいですね。いや、てかさ、もう本当に付き合えよ、お前ら。まるくんとさ、クロちゃん付き合えよ。いつでも終われるぞ、この作品。だって今告白しても成功するやん。なんで、もう勝ち確の状態をいつまで続けるつもりや。まるくん、お前いい加減にした方がいい。そんな感じですけれどもね。まあでもなんか今回は全体としてなんか飛び飛びというような感じだったから、すごいカットが多かったんだろうなっていうような印象がありますね。視聴者がこう、現在の展開を理解する前に、こう話がどん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 進んでるから、多分この後にやりたいなんかストーリーか話の流れがあるから、ここちょっと飛ばしたのかなっていうような感じはしますね。なんで勝ったのか、どういう理屈で勝ったのかっていうのが今一つわからないから、一般的な感覚だと多分、普通の今来てる女優、例えば広瀬すずさんと、まあ、昔人気だった子役の子とかがこう出てきた時に、どっちが人気かって言われたら、多分、今人気の女優だと思うんだよね。ただ、なのに、この丸くんが勝ったっていうことは、これは相当な人気だったからか、ないし、こう、ももちゃんが負けを認めた理由は、やっぱりそういう演技の幅の持ちようがあったからっていうことなのかなっていうふうに思ったりとか、すごいわかんないんだよな、僕的には。どういうことだ、これは。まあでも多分そういうことだと思うんだよね。演技の幅がすごい、まるちゃんすごいってなったから、こう、何？CM の投票が増えて圧勝したよっていうような感じがあるんだけど、僕個人ももちゃんの CM を見てないからわかんないけど、僕個人としてはあんな CM って言っちゃった。あの CM はあかんやろ。売名でしかないやん。群青チャンネルの。よくあれをこう CM として認めたなっていうような感じがあるよな。多分 CM ってなると、あらかた来ると思うんだよね。こう台本というかさ。こんな風に、ここだけは絶対外さないでくださいね。例えば商品の名前を言いますとか、そういうのがあるとは思うんだけど、何なんだろうね。そういうのも一切なく、群青同盟みたいな感じで、ゴリゴリに売名をしていましたけれども。いいのか、お父さんが優しいから許されていることじゃないのか、それはというふうに思ったりも思わなかったりもしていますけどね。まあ、これからは本当にこの子たちは多分アクアマインしか飲めないですね。CM 関係上。コーラなんか飲んでみろ、本当に。制作会社ブチギレみたいなところがあるんじゃないでしょうか、というふうに思ったりもしますし、まあ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 、でもそういう流れなんだろうなとは思いますね。たださ、俺さ、今こう挿入歌のとこ見てんだけどさ、挿入歌豪華すぎやろ。いや、ナルコレプシーの、この、あれやばいやろ。これギターがだってこれ、9ミリの滝さんでしょ ?9 ミリ、9ミリメートルパラベラムバレット。俺が中学の頃にクソ流行ったバンドの、このギターの人とか、まあ、マイファス、ワンオクの弟かな弟タカの弟ヒロだっけ、ヒロのバンドのベーシストが入って、リンとしてしぐれ、東京グールのアンラベルを歌ったリンとしてしぐれの、もうピエール中野さん。大体そのメンツって確かめちゃくちゃ上手いって言われてる人たちなんだよね。特にリンとしてしぐれなんかは3ピースだから、めちゃくちゃ技術が高いって言われてるようなバンドの人たちがこう集まって、このナレコレプシーっていう曲を演奏してるっていう。なかなか豪華よな。多分ね、俺ぐらいの世代の人はね、この名前の、並びを見たら、と思うよ。みたいな。9ミリマイファスみたいな。思うけど。どこに金かけとんねんというツッコミをしたくなるぐらい。と思って。すごい。でもまあ本当にいい曲やなと思って、ドラムがもうかっこよくていいなと思ったら、まあ、そういうことでした。いやー、なるほどな、というような感じではありますね。多分、こっからまた面白い下りだったり、作者がやりたかった下りっていうのがあるんだろうな。多分、そこに帳尻合わせるために、今回、結構飛ばしの展開だったのかな、というふうに思いました。はい、まあ、そんな感じですね。もう全員可愛いです、あとは。ハーディー氏はクズ。そして、カイ君は、また謎の設定が登場しましたけれども。まあ、いろいろとね、陰謀渦巻く、こう、話になりながらも、ラブコメしていただけたらな、というふうに思っております。という感じで。はい、というわけで、今回のまとめ、ズドン！チャンネル登録、お願いします。はい、というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思います。なんかコメントあればください。ナルコレプシー、かっこよすぎ、ワロタとか。あれ、作画というかさ、あの演出はすごいかっこよかったね。ナルコレプシーの時の。
まあ、マル君はすごい演技の振り幅が広い男の子なんだなというふうに思ったりとか、クロちゃん可愛い、最後のクロちゃんの手兵がめちゃめちゃ可愛かったね。クロちゃんもう本当に幸せになってくれ、幸せになっ、続きもね、いろんな話、青春が見たいけど、本当にね、クロちゃんがね、幸せになってくれるなら、僕はもうここで終わっても構わん。うん、一向に構わんみたいな、列海洋みたいになりますけれども、本当にまあそんな感じですね。まあなんか毎回毎回こう、なんか、楽しませてくれるアニメだなとは思います。はい、まあそんな感じで今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、幼馴染が絶対に負けないラブコメでした。バイバイ。